こんばんは。準備していきますね。ギフト貢献第1位、たくみさんがハロウィンお化け、レイピーティーを送りました。ギフト貢献第1位、たくみさんがハロウィンお化け、レイピーティーを送りました。ギフト貢献第1位、たくみさんがハロウィンお化け、レイピーティーを送りました。広告貢献1位、たくみさんが 5800PT ニコに広告しました。バーチュアルキャストが好きな一人が来場しました。それでは始めていきますね。こんばんは。今週のカスタムキャスト販売衣装はこちらです。先行販売のこちらの衣装を着ています。今回の衣装は単色なので、1100キャストコインです。こんばんは。アクセサリー類もついています。第13位にランクインしました。今週の販売衣装でした。ナナシさんが今月のログインボーナスです。お送りました。ナナシさんがお化けありがとうございます。お送りました。ナナシさんがハロウィンお化けレイピーティーを送りました。ナナシさんがハロウィンお化けレイピーティーを送りました。ナナシさんがハロウィンお化けレイピーティーを送りました。
今週の10日ログインボーナスは、7色あって豪華なのでもらい忘れに注意しましょう。あと毎日ログインされている方は、バーチャルキャストが好きな人が来場しました。20日25日のポイントのもらい忘れに注意しましょう。次に、昨日の配布アイテムがこちらです。靴下と足アクセになります。レトロゲームが好きな一人が来場しました。チェンジしますね。データ転送、少々お待ちください。カスタムキャストの複数枠アップドールできるといいんですが、入れ替えが面倒です。それではチェンジしますね。こちらになります。ハロウィンショーは昔のものになります。新作はないのかな？今年のハロウィン衣装の
七志さんがハロウィンお化け、レイピーティー、を送りました。七志さんがハロウィンお化け、レイピーティー、お化け、ありがとうございます。消耗お気に入りです。こちらの衣装もお気に入りです。こんばんは。白のカスタムキャストの紹介は以上になります。今週のは続いて今週の株価についてです。今週は値動きが激しい1週間で、日経平均株価は大きく下げてしまいました。ただ私の持ってる株はそれほど影響を受けませんでした。バーチュアルキャストが好きな一人が来場しました。ハピネットの中間決算の広告貢献に的一花さんが1000ピーティーニコニコ報告しました。情報修正があったので、こんばんは。そのおかげでハピネット株は大きく上昇したので、他の株のマイナス分を補ってくれました。もうすぐ中間決算の正式発表がいろいろと出てくるので、来週以降の個別株の値動きは激しくなるものと思われます。ギフト貢献第1位ゲストさんがハロウィンお化け、レイピーティーを送りました。おまけありがとうございます。昨日はアメリカの株価が下がっていたので、週明けの日本の株価も下がるかと思います。あとは決算次第でどのように動いていくかですね。今週の株価については以上になります。
それでは VCI 紹介を一つ。ストレイキャッツです。こちらです。こちらです。元はこちらです。バーチュアルキャストが好きな一人が来場しました。こんばんは。放送はあと10分ほどで終わりますが、凸が空いてますのでよろしくお願いします。ギフト貢献第1位ニコニコ坊やーさんがハロウィンお化けレイピーティーを送り略。ありがとうございます。愛も無料で公開されてますのでよろしくお願いします。こちらの VCI それでは元の曲の方を。こちらについては販売は終了されたそうです。
つもなさそうなので、そろそろ締めていきますね。ハロウィンが近づいていますが、渋谷で大騒ぎするのはやめましょうね。あとは最近朝晩が涼しくなってきたので、体調管理には注意しましょうね。お昼はまだ少し暑い時もあって、寒暖差が激しいですね。毎週土曜日9時半ごろから30分だけ配信をしています。その週のカスタムキャストの衣装紹介と、私のNISA株の株価の紹介をメインにしています。冬物の布団が暖かくて出られない季節です。布団は夏と生えていません。変えていません。もう少し涼しくなったら毛布を出す予定です。あら、まだそちらは結構暖かいのかしら。流しさんがハロウィンお化け、レイピーティーを送りました。流しさんがハロウィンお化け、部屋の中は20度以上はありますね。朝起きた時で24度 C ぐらいです。こちらは高所な曲が終了したので、そろそろ終了にしますね。お化けのギフトとコメントありがとうございました。来週もよろしくお願いします。お疲れ様でした。